전이문으로 가서 새로 생긴 니벨하임으로 이동. 드디어 새로 생긴 곳으로 갑니다. 아다마. 요시, 올해 너 대반다나. 스킬 꼈나요? 올. 와, 별 펴지게 돼 있네요. 개쩐다. 좋아. 회복 스킬이요? 회복 스킬. 근데 뭔가 생긴 건가? 이? 근데 만화가 무슨 만화가 뭐야 이게? 만화 존나 되는데? 이게 낫죠 이게? 됐다. 니블하임 매니아 거 빼고 다 집어넣으라고요. 엄마. 고고가 우라 세계. 간카이 겐야. 니벨하임가. 이마마데노 필드토와 전전 분위기가 違うね. 아. 스발트 에리아 최고의 필드다から. 난이도도 これまでより ずっと高いだろ. 기를 引き締めて いかなきゃだね. 먼저 この 島を 1周してみよう. 난이도가 높은 건 좋은데 제발 체력 좀 체력은 제발 좀 너무 많으면 안 좋아. 질립니다. 오, 보이는데? 보일랑 말랑. 여기까요? 얘네들은 뭐죠? 신기한 탑이네. 신호기みたいに 光ってるよ. 난다가 이안한 분위기다네. 이게 대인 소치じゃないかな? 도레도레. びっくりした! ストレイの言う通り転移装置だったね! 戻りたい時はこっちの装置に触れればいいみたいだよ? 危なくなったら戻るとして とりあえず探索してみるか! ドンジョンいね ドンジョン 근데 렉이 있는데? 렉이 좀 있네요. 맨 위에 거 빼고 다 넣으라는 건 이거 모자른데?
헷갈린다. 여기서부터 차례대로. 오, 큐어. 상태 이상 치료 아닙니까? 얘 뭐야? 성직자야 뭐야? 별의별 스킬이 다 있네. 뭘 빼라 말이죠. 이거 뭐야? 리바이브. 죽으면 한 번만 재생하는 건가? 큐어 빼고. 뭐지? 왜 존나 약하죠? 왜 내가 쓰니까 존나 약함? 너무한 거 아닌가 이거. 차별 아닙니까 차별. 야, 날고 있어서 안 맞잖아. 아 누구야 아까부터? 멀리서 누구야? 뒤에서 누가 존나 때리네? 이미지가 오진다. 세긴 세네. 뭐야? 경험치를 위해서 싸우면서 가죠. 예, 유저님 어서오세요. 길이 여기로 가는 거 맞나? 맞추기 힘든 스킬이야. 애들이 가만히 안 있어. 해적무상 3는 뭐 이미 즐길 거 다 즐겼는데. 아 정말 스킬이 유도 없으니까 유도? 무조건 일직선이야. 맞추는 게 진짜 힘들다. 요 제발 좀. 너랑 안 싸워. 너랑 안 싸워. 여기는 뭐죠? 이런 걸 왜 만들어놨죠? 헷갈리게. 미치겠네. 생명의 딜! 와우, 좋네.
궁금한 거요. 질문해보세요. 제가 아는 거라면 답변해드리죠. 여기 왔던 곳 아니야? 됐어. この先に進むとボスがいるな。 このままボスに挑もう。 わかった。 頑張ろうね。 캐릭터 고르고 스킬 고를 때 넣어놓은 스킬만 쓸 수 있는 거예요. 스킬이요? 그 스킬 고르는 건요, 그 쓰는 스킬이 아니라 패시브입니다. 패시브. 무슨 말인지 아시려나? 이게 뭐야, 방금 뭐야 이거. 네, 뭘 넣든 간에 스킬은 전부 다 쓸 수 있어요. 이것 봐, 가만히 안 있는데 어떻게 이 기술을 어떻게 맞춰. 가만히 있어봐, 가만히. 아주 연병을 떠시는구만. 뭐야, 왜 안 나가죠? 어, 이제 됐어. 나 가만히 좀 있지. 제기라. 보스 같지도 않는 녀석이 보스를 자청하다니. 아니요, 스토리 모드 상관없이 그냥 들어갈 수 있어요. 옥의 도비라가 히라이타요. 야시, 이때미요. 자막이 다른데? クエストクリアってことになるのかな。そうだな、ボスを倒した時にクエストクリアにならなかったし、これがクリア条件で間違いないだろう。でも何のギミックだろうねこれ。わからないけど、今回のクエストはなんとか俺たちが先行で逃げ切れそうだな。そうだね、シャムロックと競り合ってるからちょっと焦っちゃうよね。やっぱり人数の差は大きいよね。 最近はシャムロックだけじゃなくて、月下が人、クラスタが協力してるし。 그걸 뭐라고 해야 되지? 말로 설명하기가 좀 그런데. 팬の人たちに協力を呼びかけているんだってね。 검색하면 다 나올 걸요. 아, そうらしいな。 이거 왜 렉이 걸리죠 이거? 이거 왜 이렇게 툭툭 끊기지? 프레임이 왜 이래? 샤무록과 경쟁하는 스프리간 키리토 일行だな. 君たちには悪いが, このクエストの勝利者は セブンに譲ってもらう. お前たちはセブンのファンか? 俺たちはセブンの信奉者. 七色博士の理論を信じ, そしてセブンの歌声とメッセージを愛する者だ. セブンクラスタってやつか。 こういうプレイもスタイルの一つだ。俺は別に否定はしないさ。でもスメラギはこういった横取りのようなやり方を嫌っていたはず。
お前たちは誰の指示で動いているんだ。自らの意志に決まっているだろう。君たちもこちら側に来い。セブンのためにスバルトエリア攻略の成果を全て捧げるんだ。そうすれば争いも衝突もない世界で、皆がセブンの歌の通り平等に生きていけるだろう。キリト君、囲まれたわ。一人一人のプレイヤーの力はそれほどじゃなさそうだけど。イノンソリ밀어붙이는건가요？人数、レイドの上限限界ギリギリまで集めてるってわけか。ここはお前たちに譲るしかないみたいだ。あに、キリトが양보를하다니。プレイもここまで露骨だと潔いな。悪く思わないでくれ。スバルトエリアの真の勝者はセブンだと。俺たちは示さなくてはならないんだ。で、방송하시려면캡처보드꼭있어야됩니다。確認させてくれ。これはスメラギの指示じゃないんだな。ああ、あいつは関係ない。俺たちはセブンの思いに応えるために独自にやっているだけ。彼女を花と目で、そして俺たちはフサ、つまりクラスタとして一つになるんだ。そうか、わかった。もういい。悪いな。よし、スイッチを操作したら次のダンジョンに行くぞ。キリト君、요새캡처보드가안좋은거사면12만원정도고뭐괜찮은거사면15만원이상그정도할겁니다。むしろ遊び方の一つだ。これを否定したら俺たちは VR 世界の自由度を否定することになる。いくら単体のプレイヤーとしてはある程度の力を持った私たちでも、数で挑まれたら太刀打ちはできないよ。クラスタが勝手に取った行動とはいえ、セブンがもたらす影響力の凄まじさはよくよく分かったぜ。本人に言った方がいいんだろうけど、最近会えてないよね。ならさ、今度会いに行こうよ。セブンちゃんのコンサートなら誰でも行けるでしょ。そうか、確かにそうだな。コンサート中にどんな風にあいつがファンたちに呼びかけているのか確かに見てみたい。次のコンサートが決まったら行ってみるってことね。あ、そうしよう。それじゃあ俺たちもスイッチを操作して次に進もうか。音はしたけど特に変わった様子がないね。重要そうな装置だけど何が起こったんだろう。ダンジョンのどこかが変化してるのかな。私は準備 OK だよ。あ、이거은근히거슬리네요。프레임드랍이있어。아니뭐이딴게임에프레임드랍있냐。그래픽도좋지도않은데。아너무거슬린다。야야야 이걸로나가면안되지。までの嫌な感じもなくなってるね。さっきのスイッチがこれと連動していたみたいね。이게뭐죠？あ、ねえねえみんな、セブンのライブがもうすぐ始まるみたいよ。おい、急だな。急がねえとセブンちゃんのコンサートが始まっちまうぜ。여기서콘서트를한다고。そうか、ひとまず町に戻らなきゃいけないな。おい、クライン。ねえ、キリト、どうしたんだよ。お前、普段通りを装ってるけど口元が緩んで気持ち悪いぞ。え？そんなことねえよ。俺はいたっていつも通りだぞ。まあ、
鼻の下伸ばしてだらしないわね。いや、悪いかよ。だって念願のコンサートなんだぞ。クライン、本当にセブンちゃんのクラスタになっちゃったんだね。おうよ、今では立派なセブンクラスタの一員よ。セブンちゃんのために全てを捧げる覚悟だぜ。いや、私哀れんでるつもりなんだけど。あい、깜짝이야。뭐야、そろそろ始まるみたいだぞ。みんなプリビエット、サブちゃん、ナミさん、그목소리된ナミさん。でもこうやって見てると普通のアイドルのライブとかと何も変わらないよね。ああ、まあぶっちゃけるとセブンの歌に他のプレイヤーの精神を操れるような特別なスキルが付加されてるんじゃないかってちょっと疑ってた。パパ、さすがにそういうのはセキュリティ的にも問題です。목소리가어린애목소리가아닌데요지금노래부르고있는목소리가 この場を楽しんでるってことなんだろう。うん、あの世界 SAO を生き抜いた私たちも納得できるところではあるよ。あの子が掲げる歌のテーマ、この世界はただの遊びやデータじゃない。ここではたくさんのプレイヤーたちがちゃんと生きていて、みんなで協力し合って何かを成し遂げようとしている。それは現実と何も差はないもの。種族同士の争いを推奨しないっていうのは別に遊びを阻害しようっていうことじゃなくて、単にこの世界を一つのソーシャルと考えた場合に民族間で紛争するなと言ってるだけだもんな。確かにあの子が提唱していることは一理あるんだよな。加えてこの可愛くて透き通るような歌声、みんなが惹かれないわけはないよね。うおー、セブンちゃん最高だ。みんな、今日は私のライブに来てくれてどうもありがとう。はる、うわー、話最近うちのギルドはね、スバルトエリアの裏世界の攻略をかなり頑張って進めてるの。完全攻略まであともう少しかなって。すごいよ、さすがセブンちゃん、サブロック。セブンちゃんがギルマスやってるだけあるね。でもね、ここから先はとっても難易度の高いクエストが多いみたいなの。そう、それこそ大勢で協力して挑まないとクリアできないくらいのクエストばかりで。頑張って。人気が대단하네。セブンちゃんファイト。だからもし可能な人がいたらシャムロックのクエスト攻略に協力してほしいんです。来たわ、これね。明日の夜9時にシャムロックは新たな高難度クエストの攻略に出発します。なのでもし参加できそうな人がいたら私たちのレイドに参加してくださいね。参加する。私も、私も、俺も。おい、クライン、いいじゃねえか、俺もセブンちゃんと一緒にクエスト攻略したいんだよ。ったく、やっぱりこの前のハイエナプレイはあのクラスタが独断でやってたっぽいね。ああ、そうなんだな。まあでもこのノリで先導させられちゃクラスタの子たちもやる気満々で何でもやっちゃうんでしょうね。悪意のかけらすら出さず人心を掌握する、まさに小悪魔って感じだね。お前ら当たり前だろ、セブンちゃんは真の天使、世界一可愛い真の女神なんだぜ。そうだな、でもこれで分かった、セブンは決してアコギなプレイを誘導してるわけじゃないってことだ。それさえ分かればもうここにいる必要はないな。よし、
俺たちは俺たちで引き続き裏世界の攻略を目指そう。シャムロックに負けないために。そうだね、キリト君。정찰을하러왔던거구나콘서트를보러온게아니네요여관에퀘스트가있는데네네키리토シャムロックが裏世界の高難度クエストを攻略したらしいよ。ああそうらしいな。でもいくらシャムロックとはいえこんなに早くクリアするなんてな。パパ、セブンさんたちの使っている攻略の方法については聞きましたか？聞いてないけど、なんとなくは予想はつくよ。レイドを作って大勢で畳みかけた。はい、セブンさんたちはライブの直後にギルドメンバーとクラスターが揃ってなだれ込むようにそのクエストに進み、プレイヤーの数に物を言わせてクエストを強引に攻略したようです。イノンソリミロブチダニ。わー、たくさんのプレイヤーたちが戦闘不能になったんだろうな。ええ、シャムロックやクラスターのほとんどが途中で力尽きたそうです。まさに力技というやつですね。まさに人柱作戦だよね。いやー怖いわー。人柱攻略ってただの人海戦術だろ。いわゆる運ゲー、マゾゲーと呼ばれるゲームの攻略方法さ。攻略難易度の高いマップにひたすら多くのユニットを投下し、それらを犠牲にすることで攻略確率を上げるプレイスタイル。パパ、ひどいです。ねえねえユイ、私たちもいずれそんな風にさせられちゃうのかも。いやいや、しないから。俺は NPC だって犠牲にする気はないよ。でもまあ、そういうプレイスタイルもあるっていうのは別に悪いことじゃないさ。でも、いや、シリボダン양이라는거죠。私たちをそんな風にしないって信じてますから。ああ、もちろんだ。約束。でもさ、シャムロックの動き少し気になるよね。ちょっと怪しげな感じ。ちょっと何キリト、今って笑うとこ？いや、お前がちょっと怪しげだなんて、本当にお前はここにいるんだなってそう思ったらなんだかおかしくてな。ふん、 AI が人間みたいに曖昧なこと言っちゃダメだって言うの？いや、むしろ俺は嬉しいよ。ストレアもユイもこの世界でちゃんと生きてるんだって実感できるからな。キリト、えい、ー、泣きついちゃえ。おがか、あ、ストレアずるいです。パパ、私もです。ミチン。二人ともやめろよ。플스비타게임입니다비타일단은아스나를계속하죠당분간아스나를계속하자현실이었으면주인공가만히안둡니다저는개같은하렘녀석개부러워레인どうした？ねえキリト君、それにマスター。え？俺は見てないけど、エギル、来てるか？뭐야이건いや、来てないぜ。そうですか。こうやってこの店に通っていれば、そのうちまたひょっこり。あれ、コンビニゲームじゃありません。プレス비타게임이라고요。
そうは言っても最近テレビや ALO の中でも忙しくて、そうそうこの店に来れないんじゃないかな。レインはこの前セブンと話せてもう満足したんじゃなかったのか。それはそうなんだけど、私のせいでこの店に来なくなっちゃったんじゃないかって少し不安になって。どうしてそう思うんだ。だって私と会ってからでしょ来なくなったの。いやそんなことはないぞ、あの子は元からそんなに頻繁には来ないし。ああそうだな。だから気にする必要なんてないさ。でも私嫌われ者だから。え？嫌われ者？それは嘘つきレインと言われてたことか。ううん、私現実でもそうなの。うちって母子家庭で、主人公を憎悪しな。そんなにちゃんと働いてくれなくて、その貧乏だし、バイトで友達と遊ぶ暇もないから嫌われてるんだ。いや別にそういう境遇だからって嫌われてると思うのは気にしすぎじゃん。そうだね。でも嫌われてるのは事実。やってるバイトとかが理由なのかも。何のバイトをしてるんだ。その内緒。얘는언제까지비밀이죠?そうか。まあ言いたくないなら別にいいけど、そう悲観するなよ。少なくともセブンがお前を嫌ってるようなことはないと思うけどな。うん、ありがとうキリト君。